はい、ではチャートの増やし方、通貨ペアの変え方など説明します。まずチャートの増やし方なんですけども、このページ左上にページというところがありますが、クロス円を増やしたいのでしたらクロス円通貨ペアを選んだ方がいいです。ドルストレートでしたら、ドルフランでも別に何でもいいんですけども、ドルの通貨を選んだ方がいいです。まあ、そうしないと後でやってみたら分かると思いますが、この T30 が正常に表示することはできませんので、そしたらユーロドルで表示して、このページというところですね、ここをクリックしていただいて、エクスポートトゥーというところがあります。ここをクリックします。で、まあ、分かりやすいところにまず、このデータを移します。保存します。ユーロドル。別に名前は何でもいいです。で、次にページ、インポートフロームを押します。で、先ほどエクスポートした、このファイルですね、ありますので、選択して開こうしてください。そうすると、今、なかったこの一番右側に新しいタブができます。で、ここで通貨ペアを変えていきます。ユーロドルでしたら、まあ、例えば、ユーロカナダにしたいということでしたら、このチャートをまず選択します。どのチャートでもいいですけども、変えたい種類のチャートを選択すると、左下に点滅が現れます。で、このチャートをユーロカナダにしたいということでしたら、選択して、ここに、点滅がある状態でユーロカナダ、そのまま入力します。ユーロカナダ。で、OK を押します。そうすると、ユーロカナダのチャートが現れます。こういう感じですね。で、このページをユーロカナダに丸々使いたいのでしたら、すべてユーロカナダと入力していく必要があります。で、もしくは、この左のチャートだけでいいということでしたら、まあ、これだけでいいと思いますし、あと、さらに、他の通貨ペアを追加で表示したいということでしたら、まあ、邪魔なものは、完全に削除はできませんので、最小化して、この一番下に、小さくしておきます。で、この、チャートの右上、何もないところで右クリックを押して、レプリケートとメイクフローティングっていうのがあります。メイクフローティングを選択すると、まあ、コピーはされるんですけども、この通貨ペアは削除することができます。バツ印を押すと。で、このレプリケートをクリックすると、これは削除することができません。で、この違いですね、大きくは。で、まあ、この要領でどんどん増やしていきます。レプリケート、レプリケート、レプリケートと、という感じです。で、ウィンドウ。まあ、こんな感じで分割してもいいですし、手作業で分割しても構いません。で、ここから、まあ、一つずつ違う通貨ペアに変えていくという感じですね。ユーロ、オージーとか。ポンドフランとか、GBP、CHF。という感じです。で、ちなみにクロス円通貨を入れると、この T30 がちょっと変な形で表示されるんですが、OG 円を入力すると、こういう感じに表示されてしまいます。で、最初にエクスポートするチャートが、まあ、ここの表示されている単位の違いなんですけど、1. 何々とか 0. 何々というレートのものを、クロス円だと92点なんぼとか100点なんぼとかっていう数値になりますので、 T30 がこんな感じで表示されるようになってしまうようです。なので、ドルストレートとか、まあ、ユーロストレートとかあると思いますが、そういうやつをレプリケートして、まあ、コピーを
コピーというか、まあ、通貨ペアいろいろ表示したい場合はドルストレートで行った方がいいですし、クロス円通貨を、まあ、新たに表示したいという場合はクロス円通貨をエクスポートして、表示した方が T30 は正常に表示されます。特に気にしないという方は別にいいと思います。はい、このように増やしていくことができます。あとちなみになんですけども、今ここ押したんですけども、ニューチャートですね。で、セレクトのフォレックス、FXC もスタンダード、どっちでもいいんですけど、ここをクリックすると、左側にこの緑色のマークがついてます。で、ここに緑色のマークがついている通貨ペアはすべて表示することができますので、まあ、ここを参考に通貨ペアを見ていただいて、ですね。で、これをそのまま入力していただいたら構いません。これちょっと珍しいですね。ユーロとノルウェークローネですかね。その場合はユーロ NOK と入力すると表示することができます。ちょっとやってみましょう。はい、こんな感じですね。もうほとんどデータはないんですけど。あ、出てきましたね。なんか今暴落してますけど、こういう感じで表示することができますので、またこのニューチャートのところのセレクトを押して、フォレックスを押して、まあ、スタンダードがいいですね。スタンダードを押して、ここにある分は全部表示することができますので、選択してください。で、今 6S でチャートを作りましたが、RF でチャートを作りたい場合は RF を表示して、そこからエクスポートして、インポートして、こっちにタブを表示させてください。で、あとこのタブの名称を変えたいという場合は、ページを押して、まずタブ選択してページを押して、リネームを押すと、自由に名前を変えることができます。ユーロストレート。ユーロストリートになりますけど、まあ、ご自由に変えていただいたらと思います。はい、こんな感じで、変えることができます。もし何かご質問ありましたら、日記の SNS 日記のコメントのところに入れておいてください。